こんにちは。今日は、質問をね、いただいたので、それに答えていこうと思います。質問はね、2つなんですけど、1つは自転車に関すること。自転車に乗るときに私が使っているものとか必要なものをお伝えできればと思います。それから、2つ目の質問が、美容に関することですね。美容に関してそんなにね、力を入れているわけではないんですけど、気をつけていることとか、工夫していることとか、そんなことをね、お伝えできればと思います。はい。ではね、まずは自転車のについての質問なんですけど、内容は、自転車の時に使っているヘルメットやサングラスはどこのですか？また、持ち物はどう運んでいますか？乗っている時に股やお尻が痛くなる対策などを動画にしてくれたら嬉しいです。ということでした。なんか、この方も自転車をね、買ったようで、いろいろね、そういった周辺機器というか、周辺機器じゃないな、必要なものをね、どうしようかって悩んでるみたいで、まずはヘルメットなんですけど、私が使っているのは、これ、ジャイアントストアのオリジナル、プライベートブランドっていうのかな、ジャイアントリブって書いてあるんですよ、ここに。ジャイアントっていうのは私が自転車を買ったお店の名前で、ジャイアントストアっていうんですね。全国にねあると思うんですけど、レンタルサイクルとかもやっている大きなチェーンのお店です。で、リブっていうのが LIV って書いてリブっていうんですけど、これが台湾の自転車のメーカーらしいんですよ。で、ここの後ろにね、ジャイアントリブって書いてあるってことは、もしかするとリブが作ったこうジャイアントのプライベートブランドなのかなって思います。とにかくこれはね、ジャイアントストアのヘルメットになります。私ね、こういう自転車とかバイクのヘルメットって買ったことなくて、これが初めてなんですけど、すごく軽くて、被った時に似合うかどうかっていう問題もあるんですけど、結構ね、被り心地良くて、自分でね、思いっきり叩いてみたんですよ、被って。したらね、すごい衝撃が緩和されるっていうか、かなりこれで転んでもかなり大丈夫かなっていう感じがしました。で、これはね、ひさしがついていて、これが、なんかね、フェルトのものと、このプラスチックのものと、プラスチックというか樹脂のものがついていて、ここでパチッと止められて、こうやってひさしもね、つけることができます。簡単にね、外すこともできるので、これは必要に応じてつけています。そう、知らなかったんだけど、自転車のヘルメットってこうやって、かぶって、止めてこのね、後ろにね、くるくる回すレバーがあって、これでこうやって締めるとギュッとなって、これがね、きちんとこうかぶれるようになってるんですよ。知らなかったヘルメットってこういうものなのかな。こんな感じです。こう叩いてもね、かなりね、衝撃はね、緩和されます。はい。これはジャイアントストアリブのヘルメットです。まあね、ヘルメットもいろいろあるので、まあ、ピンからキリだと思うんですよ。もう高いもの見ると本当キリがなくて、私ね、もう3000円か4000円ぐらいで買えるのかなと思ったら、これ確かね、6000円ぐらいしたかな。そんな感じで、なんかもうよくわからないっていうのはね、かなり損なので、ちょっと調べてね、買ってみるといいと思います。ただね、やっぱりこう、安全のためのものなので、あまりね、こう、ケチケチ押しで買うよりは、ちゃんとしたものをね、選んだ方がいいと思います。まあ、一応ね、これはリブが作っているもので、ジャイアントストアの名前も入っているので、いや、ちゃんとしたものっていう安心感はあるので、まあ自分では満足しています。あとはね、色なんですけど、私は自転車がね、オレンジ色なので、それに何色が合うんだろうって思った時に、結構ね、オレンジ色に合わせるってね、難しいんだよね。だけど黒だったら間違いがないっていうことで、今回は黒を選びました。あとはね、その時に着ているウェアとか洋服の色もあるじゃないですか。だからね、自転車がね、ちょっとオレンジっていうのはやっぱり失敗なのかななんてちょっと思ったんですけど、まあね、黒っぽい服とか
だったらまあまあいいのかなって思います。あとはね、水色も意外と合うんだよね。まあすごい派手派手になっちゃうんですけど、後でお見せしますけど、あの私のね自転車の鍵を水色にしたんですよ。まあ、そのぐらいの小物だったらいいかなと思って、派手派手でもそんな色も 合うみたいです。なんで一応私はね黒を選びましたけど、あの自転車の色とかいつも着る洋服の色に対してもっとね明るい色、白だったりもっと綺麗なブルーだったりっていう色をねいろいろ選べると思うので、その辺もね考えてみると楽しくなると思います。はい、で次はサングラス。私がね使っているサングラス、もうこれね何年何年っていう感じじゃない、何十年、もうとにかくいや10年は絶対使ってる。10年ぐらいかな、ランニングとか始めた頃に買ったから、もっとか15年とか、かなりねすごい使い込んでるんですよ。これはあのスポーツ用のナイキですね、ナイキのサングラスなんですよ。で今こういう色なんですけど、替えのね色の好みとかその場所によってこう選べるように、もう一個ねレンズが2種類ついてるんですよ。だからその場所とか好みでこれ簡単にね取り外すことができるので、これをね取り替えられるようになっています。でこのサングラス、なんでねそんな前に買ったのにまだまだ使っているのかっていうと、本当に便利なんですよ。まず軽いし、あの落ちてこないんだよね。私ねやっぱ鼻がないから、ここの骨が、あのメガネにしてもサングラスにしてもこうやっぱずれてきちゃうんだよね、こうやって。でもね全然これだとずれてこなくて、軽くてもうほんとね顔にフィットするんですよ。だからこれをねかなり使ってます。もうランニングの時はもちろんそうだし、あとやっぱね通勤とか、あの朝ね眩しい時とかそういう時もねこれ結構使ってました。あとほんとスポーツする時、山行ったりとか、もう本当にありとあらゆる場所で使います。であとねすごく便利だったのは、海とかプールで泳いでる時も全然ねもう気にせずに、これ本当にプラスチック、なんだろう、樹脂とか、ここの部分、あの鼻のところはゴムっぽいものでできているので、全然ね水に濡れても大丈夫なんですよ。だからねこのままプールに飛び込んでも海で遊んでいっても目をねこう焼ける、目が焼けることがなく遊ぶことができるんだよね。すごく便利です、これは。だからねスポーツ用のサングラスを一つ持ってるとね、すごく使い勝手がいいと思います。ただね私ちょっと思ったのは、自転車に乗っているとなんか虫とかホコリとかいろいろ飛んでくるんだよね。普通に走ったり歩いたりしている時よりもたくさんのものがね意外に飛んでくるの。だからねもうちょっとね大きい、もっと目をカバーしてくれる範囲の広いもの、あの自転車乗っている人なんか見るとやっぱりもっと大きいものをかけているのを見るんですよ。だからそのためかなとも思うんだよね。まあこれでもね一応まあ目はカバーできてるんだけど、もっとそういうホコリとか虫が入ってこれないような、目をもっと保護してもらえるようなものがあったらいいなって最近感じています。ただねほんとこれはね使い勝手が良くて、もう10年以上ずっと使っているナイキのサングラスです。やっぱねこう顔にフィットする、落ちてこないとか軽いとかっていうのはねすごく大事で、あとはやっぱ水に強いとか、もう気軽にすぐにかけることができる、もうほんとね山登りとかねもう必須です。もうねこれ一回ねどっかに忘れてきちゃったって勘違いしたことがあって、もうその時はねヒヤッとしました。あ、もう ああいうサングラスには会えないなっていうのをねすごい思ったんで、すごいね大事にしています。はい、ではこれはナイキのサングラスでした。値段はねもう覚えてないな、なんか本当に10年15年前にアウトレットのナイキで買ったんですよ。多分まあ 4,5,000円ぐらいだと思うんですけど、わからない、もうそんなしないかな。まあ、とにかくスポーツ用のサングラスは本当におすすめです。次に、物を運ぶときどうしてますかっていう質問なんですけど、それはね今ね私もできていないんですよ。で今やっているのが、もう普段本当に一番よく使っている
リュックがこれなんですけど、もうほんとね、使い勝手が良くて、これね、そんな全然高くない、もう4000円ぐらいなんだけど、手放せなくて、結構ね、作りがそんなにがっちりしてないから、そこだけはちょっとね、不満なんですけど、ただね、このポケットの位置とか、ポケットの数とかが、すごい大好きで、手放せなくて、今のところはね、まだこれを使っています。これは本当に普通の普段使いのものなんですけど、これじゃなくて本当にね、自転車用の体にこうぴったりした、体ちょっとぐらい動いてもこう揺れないような風に作られた、体にぴったりするようなものをね、今欲しいなって思っています。まああまりね、その荷物を持ち歩くこともないんだけど、私の場合カメラを持ったりとか、あとはなんだろう、この間みたいにお弁当も持っていきたいなっていうのもあったりして、少しね、荷物を持って歩きたいなっていうのがあるので、小さめのでね、背中にぴったりこうくっつくような、ランニングするときに少し走っても揺れないような、体にフィットしたようなものがあるじゃないですか。ああいうのをね、買おうと思っています。 Amazon 見ると自転車用リュックとかで検索するとね、必ず出てくるので、結構ね、可愛いのがあるんですよ。だからそんなのをね、欲しいなって思っています。ただそれまでの間はね、まあこれ普段使いのこのリュックを使おうと思います。これはね、前にこう、前がこうベルトで締まるようになっていないので、ちょっと横向いたりしたらこう動いてしまうんですけど、でもそれでもね、本当に使い勝手がいいんですよ。で、まあちなみにね、何がそんなに使い勝手がいいのかっていうと、まず好きなのがこの後ろ側、内側にあるこのポケットなんですよね。ここによくね、私はお財布とかを入れたり、ちょっと大事なんだけどすぐに取り出したいものを入れたりしています。内側なのでね、結構安心して物を入れられるんですよ。で、あとはと横に、まあ横にポケットがあるリュックがたくさんあると思うんですけど、こことここにあります。で、ここがちょっとね、こういったゴムでこう締まるようになっていて、まあ、これもね、意外に使いやすいんですよ。そしてさらにこの背中側にね、パソコンとか本とか、そういった薄っぺらいものをこう入れられるスペースがあるので、パソコンをね、結構私は持ち歩いたりするんですよ。 iPad とかだから、ここはね、すごく嬉しいです。まあ、そういうのがあるリュックもあるんだけど、なんかちょっとポケットの付け方が、違うかなっていうのはあって、それで、あと中なんですけど、中はね、そんなに普通のリュックと変わらないんですよ。ただ私はね、この中にバックインバッグをこうやって入れていて、こんなリュック用のバックインバッグがあるんですよ。で、これだとここに2つポケットがあって、で、ここがポケットになっていて、で、またこの中側にメッシュがあって、ここなんか水筒が入れられるような横にもポケットが2つあって、で、ここにもあって、ここに2つ、ちょっと今なんか入ってますけど、ここにも2つ入ってるでしょ。で、さらに後ろ向きにここにも2つポケットがあってっていう感じでね、すごいポケットたくさんなんですよね。で、この間数えたらね、これも入れると全部でね、18箇所ぐらいのポケットがあるんだよね。だから物の仕分けがすごくね、やりやすいんですよ。だいたいもう長く使っているから、どこに何を入れるっていうのを自分で分かっているので、そんなんでね、すごく使い勝手がいいです。そしてここにはね、何かこう鍵とか何かをこう引っ掛けて吊るしておけるような場所もあります。そう、このバックインバッグは本当に買ってよかったかなって思います。これも Amazon で買ったかな。で、もっとぺっちゃんこのものに使うときはこうやってここのなんかボタンがついているので、こう留めてぺっちゃんこにしたままでポケットとしても使えるので、まあリュックだけじゃなくてもね、もうちょっと大きなこう縦に長いようなカバンでもね、使えると思います。もうとにかくこのパソコンを入れる場所とこの裏側のポケット、特にこの2つが揃ったのがなかなかなくて、
買い替えられないんですよね。このバッグ結構もう何年、1年、2年もっと使ってるかな。これは普段使いでね、いつも使っています。そしてここには何でも測れるようにメジャーがついています。はい、あとは、自転車の時にね使うのは、今はこんな手袋を使っています。手袋もいろいろあって、こうつけているのが全然こう感覚がない、つけている感じがないよぐらい薄い感じの手袋だったり、いろいろね、いろんな用途に合わせてあるんですよ。これは寒さ対策とか、これは手の この部分が痛くならないようにとか、いろいろあって、今回私はね冬買ったので、この冬の寒さ対策用の手袋を買っています。これでもね、まあここのここがねなんか痛くなるらしくて、ここがちょっとね熱くなっています。でもまあ一応ねこの人差し指のところはスマホとか反応するようになっているんですよ。だから割と使いやすいかなって思います。まあちょっとこう脱着がね結構きつくてなんですけど、これはリブのものですね。リブは台湾の自転車のメーカーなんですけど、リブのものを使っています。これはどのぐらい、1600円とか2000円しないぐらいでした確か。だけどね、一度これで行った時にもうね指先が冷たくなってしまって、たまらなく寒い時がありました。だから手袋してても、まあ、手自体はね暖かいんだけど、指先がもうね霜焼けになるくらい冷たくなるっていうのはね、何か対策が必要だなって思いました。でもやっぱりね指が離れているからカイロとかも入れられないし、そういう時はどうするんだろうって思ったんだよね。まあこういう手袋でもいいかなって私は思うんだよね、個人的には。それだったらねカイロとか使えるし、だってさ別に指離れてなくても大丈夫じゃないかなって思うんだよね。まあいいや、ここからは実際にね自転車を見ながら後の装備を説明しようと思います、はい、自転車を置いてある部屋に来ました。で、質問者さんから聞かれた件で、お尻が痛くなる対策はしてますかっていうことで、してませんそのままの、買ったままのこのサドルを使っています。まあね、お尻が痛くなるのって慣れもあると思うんだよね。あとはどのぐらいの時間乗っているかとか、あとこのサドルの高さも関係あると思うんですよ。サドルがねあまり低くなっていると、こう後ろに重心がかかってしまうので、その分ねお尻が痛くなると思うんですよね。それは私最初に試乗した時に感じたので、できるだけね私の身長とこの、自転車の大きさでできるところまで上げてもらいました。上げてもらいましたっていうか、自分でもできるんですけど、できるだけねこう前かがみで乗れるような体勢にして、お尻の方にかかる重心がね少なくなるようにしています。まあサドルもいろいろあると思うんだけど、でもまあどうなんだろう、私変えたことがないからわからないんですけど、その重心の問題ってすごく大きいと思うんですよ。なのでもしねサドルを買い替えないとしたら、そのね重心の件について少しね見てみるといいと思います。まあ、ちょっと慣れてきてこれじゃどうしても痛いとなったら、まあ、サドル他のサドルも見てみようかなとは思うんですけど、今のところねこのサドルで走っています。はい。で、質問の内容については以上なんですけど、私が今つけているもの、なんかいろいろごちゃごちゃとついているんですけど、まずはこの、スマホホルダー、これは、6.5 インチもつけられるかな、ギリギリこうゴムでね四隅をこうやって留めてつけるんですけど、まあまあ普通かなそんなに悪くもなく
普通に使えてます。特にねガタガタしたところでもずれることなく使えてます。もっとなんだろう動いてしまうかなと思ったんですけど大丈夫でした。でつけるのは、まあ、ここにこうやってゴムのベルトを締めてつけるようになっています。そしてその隣がこれはねカメラGoPro とかをつけるようなものになっています。 GoPro のねこのつける部品をがついていて、ここにかませるような形でハンドルのところにこういう風につけるようになっています。結構しっかりしていて、これはね、Amazon で買いました。いろいろね見てみたんだけどなかなか思う通りになるものがなくて、やっとねこれを見つけたんですよ。っていうのは、自転車によってその人のその身長とかにもよるんですけど、ここの長さがある自転車だったらここにね本当はね真ん中につけたかったんですよ。だけど私のはここは短いから、だからここにねつけれないからハンドルにつけないといけないなっていうことで、こういうタイプのものを買いました。ここただねかませてあるっていう感じですね。ただすごいね頑丈ですね。まだねこれにカメラをつけては走ったことないんだけど、また今度テストしてみようと思います。でそれからこの隣が電気です。ライトこれは4段階ぐらいだったかな、なんかこの点滅と明るさも変えられるっていうものです。これはね USB の充電式になります。まあ、基本的にはね私は暗い時は乗らないって決めてるんですよ。どうしても 乗らないといけない時以外はもう夜は絶対乗らないっていうことにしているので、一応ね念のためっていう感じでつけています。真っ暗な中を走るのはねこっちも怖いし歩行者の人も怖いので、まあ、ライトはね必須だと思います。はい。で最後はこれ、あ最後じゃないな、まだあったね、これ鍵ですこれねさっき言った水色の鍵を買いました。何色がいいかなって選んでいる時に、まあね黒だけだったらねちょっとつまんないなと思っていろいろね合わせてみたんですよ。そしたらね意外にもねこのオレンジにこの水色っていうのはあまりそんなにおかしくなくて、しかもこの小物だったら問題ないかなっていうことでこの鍵をね買いましたこれ以外にもう一つだけお見せするものがあるんですけど、それは何かというと空気入れです。空気入れは後からね Amazon で買ったんですけど、まあ、ここに圧力のメーターがついているものを買いました。携帯用のねリュックとかに入るような小さいものを買おうと思ったんですけど、やっぱりちょっとねメーターがついてないと私はまだわからないなと思って、タイヤに入った空気圧がなのでこの守って歩けはしないんですけど、でもねまあまあ小さめのものでこのメーターがついているものを買いました。これもどのぐらい2000円ぐらいだったかな。一応ね走る前は空気を確認して入れています。だいたい 6.5 から7ぐらいになるように入れています。はい、最後にこのドリンクホルダーなんですけど、このドリンクホルダーはいろんなボトルに対応したもので、これの位置がね変えられるんですよ。コンビニでねいろんなペットボトルの飲み物を買っても自分で持っている水筒を使っても使えるようにしました。で、ここのボタンかな、このボタンを押して、この位置をね調整することができます。なのでなんだろう、よくこのドリンクホルダーとそのボトルとセットになって売ってるやつってそのボトルじゃないとぴったり来ないじゃないですか。だけどそれだとなんかちょっと無駄が出そうな気がしたので、これでこのボタンでこう調整ができるような、こうやって
これを買いました。まだね使ってないんだけど。はい、以上が、自転車に関する質問への回答でした。まあね、少しでも参考になれば幸いです。そう、それで、今回2つ質問をいただいたんですけど、少しね長くなってしまったので、これを前編として、次、美容に関することは後編でお送りしたいと思います。後編ではね、私の、20代の頃の写真も少しねお見せしようと思います。なんかちょっと恥ずかしいんだけど、そういう見てみたいなっていうこともおっしゃられていたので、それをね思い出して写真を見てたんですよ。そしたらなんかね、いろいろ自分でも、まあ、懐かしいなとか思って見入ってしまってちょっとね写真を用意しますので、ぜひまた後編も見ていただければと思います。はい、では今日は前編はこれで終わりにします。最後まで見ていただいてありがとうございます。ではさようなら。